い、皆さんこんにちは、シュナタンです。今日は Get Ready With Me を撮っていこうと思いますが、めちゃくちゃ前になっちゃうんですけど、この件について本当にすみません。前6月の初めの方ですかね、もうかれこれ2ヶ月ぐらい前ですが、の方に韓国に一人旅に行ったと思うんですけど、その時に結構 DM でなんかいろいろ韓国について質問をいただいたりとかしていて、どうせだったらそれを一本の動画にまとめてあげた方がこう分かりやすいかなと思って、前にみんなに韓国についての質問とかがもしあれば送ってくださいみたいな感じでストーリーで募集したんですけど、全然私答えれてなくて、それにずっと答えなきゃと思いつつなかなか取れていなかったんですが、今日はその韓国についての質問に答えながら準備をしていこうかなって思います。もう本当前すぎてごめんなさいなんですよね。逆にみんな覚えてるかなレベルで、いつだっけな、私あれ募集したの、これだ。では始めていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。というわけで早速答えていきたいと思います。実は私この動画上がってる頃には Vlog も上がってるかもしれないんですけど、また7月の終わりぐらいに韓国に行ったんですよ。そう、またね行ってきたんですけど、今回もとっても楽しい旅でした。前回その一人で行った時は夜ご飯かなが一番ちょっと寂しいというか、韓国の有名なご飯とかってやっぱサムギョプサルとか、あとはなんだ、なんか結構こう大きいものをみんなでシェアするみたいなのが割と主流なんですかね。2人前からしか頼めないみたいなところもあったりするぐらい、そういったものが結構多いのかなと思うんですけど、だからやっぱ一人旅ってなるとあんまりそういうところには行けないかなみたいな感じなんですけど、まあ、今回は事務所のマネージャーさんと同じ事務所のももちゃんということを一緒に行ったので、まあいろいろシェアして食べれたりとかしたから、グルメ系もねいろいろと満喫しました。じゃあちょっと答えていきたいと思います。やっぱり全体通して一番多かったのは費用ですね。旅行の費用なんですけど、ホテルと飛行機でいくらくらいかかりましたかっていう質問をたくさんいただいていたんですが、まあ多分月によってとか、それこそなんだろう、飛行機の時間帯とか航空会社とかによっても全然変わってくると思うし、あとはまあホテルの規模っていうかランクとかによっても変わってくると思うんですけど、私は今回一人だし、そんなにめちゃくちゃいい飛行機めちゃくちゃいいホテルってわけではなかったんですけど、私は全部trip.com で予約したんですけど、飛行機がねまず時間が8時55分に出てインチョン空港に10時57分に着くやつなんですけど、行きの航空会社はジップエアーで、帰りが5時5分、夕方の5時5分にインチョン出て18時53分に成田空港、そこが私成田空港を使ったんですけどに着くやつで、これがエアソウルです。で、行きと帰り合わせてチケット代が45,290円でした。コロナ前に比べるとめちゃめちゃ高いと思います。今結構それはみんな言ってる気がする。高いよね今韓国で。私もコロナ前に韓国は結構な回数行ってて、5、6回ぐらいかな行ってたんですけど、こんなに高い飛行機のチケットはなかったような気がする。まあ行っても3万とかだったかなっていうような記憶があります。4万5千円は絶対にしなかった気がします。まあなんか時期だったりとか、まあ、早く予約すればするほど多分安くなるとかもあると思うんですけど、まあ、私は今回使った飛行機代はこちらでした。で、ホテルなんですけど、今回私は、マポ駅っていうところにある、あと、コンドク駅も近いんですけど、っていうところにある、ロイネットホテルっていうところに泊まったんですけど、結構綺麗な感じのホテルで、日本語対応もしてくれて、一人には全然十分かなっていう感じの、ダブルルームのお部屋。で、私はこの一人旅は3泊4日したので、3泊で 33,802円でした。このホテル割と、立地的には私は良かった気がします。もっと観光地の、ミョンドンとか、ミョンドンの隣のナンデムンとか、トンデムンとかに泊まる人も結構たくさんいると思うんですけど、私今回このマポ駅っていうところ初めて泊まったんですけど、このホテルがマポ駅とコンドク駅が最寄りの駅で、それのちょうど間ぐらいにあって、どっちもの駅から約6、7分ぐらいかな、歩くは歩くんですよ。まあ、なのでめちゃめちゃ駅近ってわけではないかもなんですけど、でもそのどっちもの駅の中間にあるから、行きたい場所によってマポ駅を使ったりコンドク駅を使ったり行けるので、なんかこう使い分けができて、そこはとっても良かったなって思ってます。結構私はコンドク駅を使うことが多かったかなっていう気がします。
しますね。飛行機のチケット代とホテル合わせて8万円弱ぐらい、8万円近くぐらいしたので、なんか前みたいに本当にもう超気軽に韓国旅行行けるみたいな感じではなくなっちゃったかなっていう感じですよね。下げようと思えばもうちょっと下げれたりはすると思うんだけどね。では続いて、これも多かったもん、携帯事情だったり、まあ、Wi-Fi とか SIM とかいろいろあると思うんですけど、ジョナタンどっちでやりましたかっていう質問も結構多かったんですけど、私は基本的に海外旅行行くときは SIM を使ってます。これは前に一応ねパッキングでも紹介した気がするんですけど、私はこの韓国の SIM は Amazon で事前に購入しました。事前に配達で受け取ってっていう感じで、でそれを持ってってっていう感じでやってます。 Amazon の KLP SIM ってやつを使いました。私は今回は3泊4日だったので、まあ念のため5日間の SIM を買っていったんですけど、5日間で2800円になってます。ほとんどもう海外旅行行くときは SIM を使ってたので、あんまり Wi-Fi の値段が分かんないんですけど、どうなんだろう、 Wi-Fi の方がちょっと安かったりするのかな。でもなんか Wi-Fi って充電が切れちゃったりとか、まあ、そんなにめったにないと思うんですけど、充電が切れちゃったりとか荷物になっちゃうじゃないですか、結構ポケット Wi-Fi って。まあ、でもなんか友達とかと旅行で行くとかなった時に共有できるっていう面では、まあ、お安く済んだりするのかなとは思うんですけど、私は割と基本的には SIM がいいかなと思って、荷物も減るし、でデータもそんなに気にせずに使えるし、でこの KLP SIM ってやつは、まあ、そこまでなんか電波障害みたいなのは起きなかったですね。多少本当にたまに遅いなって感じる時はあったっちゃあったんだけど、別にそんなに困るほどではないから、全然私はこれでいいなって思ってます。空港受け取りとかもあると思うんだけど、私はもう飛行機に乗ってる間に SIM 変えちゃって、で着いたらもう携帯すぐ使えるようにしたいので、私はまあ事前に買っていくことが多いですね。たまに SIM ロックされてる携帯とかもあると思うので、それはまあ事前に解除しておいて、でまあ飛行機内とかで一回電源落として SIM 入れて、で電源入れて、で現地着いたらまあその機内モード解除したら基本的にはまあすぐ使えるようになります。この KLP SIM はマジでめっちゃ簡単でした。もう着いた瞬間に使えたので良かったです。特に設定することとかもなかったかな。別に海外で携帯って結構ね必需品じゃないですか。携帯、パスポート、お金があればまあなんとかなる気がするから、やっぱそこら辺不安な方も多いと思うんだけど、私はまあ SIM がおすすめかな。でもなんか入れ替えてその元々入ってた SIM なくしちゃうとかっていうのはめちゃくちゃ怖いので、そのリスクを考えるとまあ Wi-Fi でもいいかなと思うんですけど、楽なのはやっぱ SIM な気がします。ホテルとかトイレットペーパー流せました？そう、韓国って結構ね、そう多いんですよ、トイレットペーパー流せないみたいな。使用したトイレットペーパーを便器じゃなくて、例えば個室だったら個室内にめちゃめちゃ大きいゴミ箱とかがあって、そこに使用したの入れるみたいなとかも結構ね今まだあったりしましたね、そういえば。まあ、でも大体、ホテルとか、ショッピングモールとか、なんかそういうちょっと大きめのところとかは、今はそんなにないです。全然トイレットペーパー流してくださいみたいな感じのところとかも多いので、たまにこう、ちょっと、なんだろうな、ちっちゃめっていうか、飲食店のトイレとかはたまにありますね、まだやっぱり、トイレットペーパー流せないところ。まあ、でもそういうところは、大体、なんかもうすでに、みんなゴミ箱にトイレットペーパーを捨てたりとかしてるので、わかると思います、入ったら。でもなんか今回行ってみて、コロナ前とか私が前に韓国旅行行った時よりは、割と流せるところは増えてるなーっていう印象でしたね。結構やっぱね、外国とかだとありますよね、そういうところ。でもやっぱ癖で、例えばね、捨てちゃうんですよね、便器に。で、流しちゃったこと何回もあります、私。本当にごめんなさい。あと、お金をいくら持っていけばいいかっていうお話もあったんですけど、まあ、これは本当に人によると思います。私は今回、もうほぼカードで決済はしてたので、結構韓国ね、どこでもカード使えるんですよ。なんか、市場とか、やっぱそういうところは、現金じゃないと払えないみたいな時があるんですけど、基本的にはなんかお店とかは全然カード使えると思うので、私は今回はビザかな？ビザカード？で全部払ってました。なのでまあ一応念のため日本円で3万円ぐらい持って行って、でまず1万円を換金して、でそれを私はあの T マネーっていう日本でいうスイカみたいな交通系カードみたいなやつにとりあえずまあ1000円ぐらい1万ウォンぐらい入金して、そのカードで電車とか全部乗りました。
で、あと現金を使ったところで言うと、私は1日目のお昼にカルグクス通りっていう通り千葉ではないのかな、そこは分かんないけど、なんかまあそういういろんなカルグクスのお店がバーって連なってるところに行ってご飯食べたんですけど、そこで現金使いましたね。コンビニもカード使えると使えるんですけど、ちょっとお水買ったりとかするときは現金で払ってたかな。あとは自販機とかも現金を使ってました。私はね、1万円換金して、空港で換金したのであんまりレートが良くなくて、8万8000円ぐらいかな、1万円でもらえたんですけど、本当にちょうどぴったりぐらい使いましたね。韓国基本的に電車賃はね安いんですけど、めちゃくちゃ割といろんなところに今回は行ったので、まあそれとちょっとしたご飯とお水とかで1万円ぐらいだったので、私は最低でも1万円も絶対持っていくかな。まあ、なのでカードとか使う人だったら全然 2,3 万円ぐらいあれば余裕で足りちゃうと思います。どうだろう、タクシーとか使う人はもう少しあってもいいのかな。やっぱメイクしながら話すのってめちゃくちゃ難しい何千回もやってないな、何百回でやってきた気がするんだけど、慣れない。やっぱり韓国で一人カフェしてる方はいましたか？いつも投稿楽しみにしてます、ありがとうございます、嬉しい。一人カフェはどうなの、やっぱ友達といるとかカップルでいるとか方がやっぱ多かったような気がするんですけど、でも全然一人でカフェしてる方もいましたね。まあ、でも一人だったら大体みんな作業してるかも。私が行ったところはなんか一人で入店拒否されるみたいな、あるか分かんないけどっていうところはなかったです。別にご飯屋さんとかだったらもしかしたらあるかもだけど、カフェは別に一人でも全然余裕で入れちゃう気がします。そう、韓国ってね結構ご飯とかあんまり一人でね食べないらしいですね。会社とかでお昼休憩で被った人がいたら、そんなに親しくなくても一緒に食べるみたいなのも聞いたことあるんですけど、ご飯とか割とみんなで食べるっていうのが主流らしくて、でも全然一人の人もいましたよ。ここは絶対行くべきって場所、うわー、めちゃくちゃ悩むな。これはめちゃくちゃ悩むけど、私そう今回のその一人旅では、まあ、一人っていうのもあって結構いろんなお店に行ったんですけど、まあ私のパッと出てくる一押しのお店としてはやっぱりシャロームと、あとビジュアルエイドもやっぱ良かったですね。まあでも価格帯がやっぱりビジュアルエイドとかだと韓国ブランドのお洋服とかがいっぱいあるセレクトショップみたいな感じなのかな、なのでそこまでお安くはないから、すごい可愛いお洋服とかあって良かったなって思ってます。私はすごい好きな感じでしたね。でもあとシャロームは言わずもがななんですけど、私がもうずっとインスタで見てて気になってたところで、めちゃくちゃ可愛いので、ちょっと癖のあるガーリーな感じのお洋服がたくさんあってすごい可愛いので、お店の方もすごい親切で優しくてとても温かい場所でしたね。ちなみにシャロームはトンデムンら辺にありました。でビジュアルエイドはホンデかなにありましたね。プチプラのお洋服とかを探してるっていう方だったら、やっぱりマーケット A っていうところが私的には良かったかな。私は割と好きな感じの系統のものがたくさんありましたね。まあ、あと雑貨系で行くと OFR っていうところが私はおすすめですね。めっちゃ良かった。本とかもめっちゃあったし、雑貨とかもすごいあったし、めちゃくちゃ可愛くて、ここはおすすめです、めっちゃ。あとはご飯屋さんだったら、やっぱロンドンベーグルミュージアムは行っておきたいかな。ベーグルが好きな方は本当に行ってみてほしいかも。マジ天国。テイクアウトもできるから、次の日の朝ごはんとかにしてもいいだろうし。でもロンドンベーグルミュージアムは予約するのに韓国の電話番号が必要なんですよね。そうだからね、どうなんだろう、私はあの SIM だったので韓国の携帯の番号がもらえるんですよ。設定アプリの一般とかかな、もうなんかどっかを探ってると番号が確認できるので、それを入力して私は受付しました。でそこに自分の受付番号とあと何番で呼ばれますよとかっていう通知も来るので、それで呼ばれたら入るっていう感じ。ロンドンベーグルミュージアムはマジで行ってほしいな。スポット的にはやっぱりなんか韓国を感じたいとかっていうなら、やっぱ私はホンデかなとか、もミョンドンとかがやっぱ定番でいいかなっていう気はします。でちょっとなんか街並みとかもおしゃれで、カフェとかもたくさん行きたいなっていう方とかだったら、イテウォンら辺とかね、ソンスとか、この辺がやっぱいいのかな。あとアックジョンとかは結構こういうカフェとか街並みとかも可愛かったかなっていうね。あ、ご飯とかカフェとか何で見つけてますかっていう質問もありましたが、私はまあインスタだったりとか、あとはいろんな人の YouTube とかも見ましたね。韓国ブログ上げてる人の YouTube
YouTube 見たり、あとは人に聞いたり、私今回一番入れてよかったなってアプリがネイバーマップってやつなんですけど、これもフロアさんに教えてもらったんですけど、韓国って Google のマップがほとんど機能しないらしくって、ネイバーマップってやつがおすすめですよって言って教えてもらったんですけど、こんな感じでピンがつけれるんですね。でしかも色別に作れたりとかするので、カフェはこの黄色とか、アパレルのお店はグレーとか、ご飯系レストランとかのお店はグリーンとか、ホテルは紫系の色とか、なんかそういった感じで分けれたりするから、それがすごい便利で、その行きたいところもすぐ分かるし、ホテルからどのぐらいの距離なのかとか、どうやって回ったら楽なのかとか、あとはまあちょっとカフェ行きたいなっていう時とか、まあそうやって歩いて探すのも全然ありだと思うし、もうすごいたくさん韓国可愛いカフェいっぱいあるから全然大丈夫だと思うんですけど、事前にもし行きたいところとかがあるんだったらピンとかしておけば、その自分の現在位置も出てくれるので、これどこが一番行きやすいとか、どこが近いとかもわかるし、そう、私ネイバーマップめちゃめちゃ入れてよかったアプリですね。で、例えばシャロームがあるんですけど、シャロームを押すとこんな感じで出てくるんですけど、このね、この到着、間違えた、到着っていうところを押すじゃないですか。そうすると今ちょっと私日本にいるので自分の位置からの経路が出てくれないんですけど、まあ、これを例えば前私が泊まったロイネットホテル、こうやって出発地とか、まあ、これは韓国に行ったら現在地で出てくれるんですけど、これを設定するとこんな感じで電車の行き方、あとはこれは車かな、まあ、なのでタクシーとかで、まあこれはちょっと無理ですけど徒歩とかあるんですけど、まあ、大体電車だと思うんだけど、こんな感じで出てくれて、ここにもう何号線に乗ったらいいのかとか、どこで降りたらいいのかとか、あ、これちょっとバスだったね、ごめんなさい。バスは私今回使ってないんですよね。ちょっとバスはあれかなと思って使ってなかったんですけど、そのまあこんな感じで、まあ、例えばこれだったら全部電車かな、これをこうやって押すとこんな感じでもめっちゃ詳しく出てくれるんですよ。このホテルから歩いて、マポ駅かなまで行って、でチョンノムサガ駅で降りて、チョンノムサガ駅に乗って、チョンノサムガだ、チョンノサムガ駅下車して、チョンノサムガ駅乗って、チョンノオガ駅で降りて、で何番の出口から出て歩いていくみたいな、こうやって歩くところもちゃんと出てくれるので、もうあとはこれに沿って向かうみたいな感じで使えるので、このネイバーマップはマジで入れてよかったなって思ってます。まあ、ただちょっと日本語対応一応してはいるんですけど、日本語で打っても出てこないお店だったりとか、それはどの海外とかでもそうだと思うんですけど、その韓国語で入力しなきゃいけないとか、英語で入力してみるとか、いろいろちょっとこのマップに載ってないところもあったりするんですよ、たまに。そこがちょっとまあ難しいっちゃ難しいんですけど、まあでもこれはマジで入れてよかったアプリ、ネイバーマップは割と必須なアプリな気がします。まあ、なんか行きたいところとかが明確にある人とかはネイバーマップがおすすめかなっていう感じです。すごいな、私一個もメイクしなかった今韓国のおすすめは結構聞いてくれる方も多いんですけど、私の Vlog を見て自分のなんか好みの感じだったりとかがあったらぜひ行ってみてほしいな。私が行ったところほんと全部良かったので、ご飯屋さんも美味しかったし、おすすめなのでぜひ Vlog を見てみて、気になったところがあればぜひ行ってみてください。あとね、結構あの日本語しか話せないんですけど大丈夫ですかっていう質問も結構来たりとかしてて、あと私が韓国語話せるんですかみたいなっていうのも結構来たりとかしてたんですけど、私は基本的に韓国の方とのコミュニケーションは基本的にもう本当に拙いですけど英語でいろいろコミュニケーション取ってました。割と本当に英語全くわかんないっていう韓国の方もたまにいらっしゃったんですけど、でも結構みんな英語伝わりました、私のこの拙い英語でも。わかんない、拙い同士だったから伝わったっていうのもあるかもしれないけど、基本的な英語、can I とか where とか、なんかそういう基本的なことさえ覚えておけば割と大丈夫かなっていう感じでした。まあ、であと今はやっぱ翻訳系のアプリとかもあるので、ちなみに私も韓国語全くわかんないです。ありがとうよ、カムサムリダー、チョロマキサムリダーとか、チョギヨーとか、ハナチュセヨーとかしかわかんないんですけど、でもほとんど使ってない韓国語は逆に。韓国語で言って韓国語で返されても全くわかんないので、最初から英語で頑張って言ってみて、で英語で返してもらうみたいな感じでコミュニケーション取ってました。まあ、やっぱなんか日本人に人気な観光地とかだったら結構日本語を喋れる方も多いので、それこそミョンドンとかは
もう本当日本語で話しかけてくるぐらい結構日本語で皆さん伝えてくれるので、そういう観光地とかだったら全然日本語だけでも問題はないかなっていう気がするんですけど、まあ、さっき言ったようなイテウォンとかソンスとかアクジョンとから辺のまあカフェだったりとか普通にお店とかだったら日本語は多分通じないような気がするので、まあ、なんとなくジェスチャーで伝えたり、これこれリスワンとか、そんなに深くコミュニケーション取ることあんまないと思うから、基本的なことさえなんとなくで伝えれたらいけるような気がします。じゃあちょっとリップ塗りたいんですけど、リップね、これをちょっと今日使おうと思います。この前ほんとついこの間届いて、フラワーノーズっていうリップで、それこそこの前の韓国旅行でももほちゃんと一緒に行ったんですけど、ももほちゃん本当にコスメとかめちゃくちゃいろいろ知ってて、メイクもめっちゃ上手で、私最近ツヤ系のリップを使うようになり始めたから、なんかツヤ系でおすすめのリップないみたいな感じで聞いたら、もうマジでこれがおすすめですとか言って、このフラワーノーズのなんだっけな、月光人形だっけシリーズのこのリップがめちゃくちゃいいですよって言って、もうほんとこれしか使ってないレベルでめっちゃ好きとか言って、3本ぐらい持ってたんですよ、その時も。バッグの中にこのリップが3本ぐらい入ってて、そんなにいいのって言って、めちゃめちゃ気になるとか言って、私もこの前9点で頼んで買ったんですけど、なんかすごいツヤ感もいいし、すごいプルってするけど色持ちも良くて、どのデパコスよりも色持ち良くてっていう、めっちゃ熱弁はしてくれて、そんなにいいんだったらもう買うわって言って速攻買いましたね。パッケージも超なんかセーラームーンみたいなパッケージとか言ってました。これを今日は塗りたいと思います。ちなみにね、香りはね、アップルジュースって感じの香りです。塗り心地も超良くて、発色も普通に良くて、ツヤ感も綺麗。パテジアとかもね、マジで全然見えなくなる。よし、こんな感じ。可愛い色。グッド。よし。じゃあ髪の毛かな、髪の毛をやりますか。その前にちょっと着替えます。ということで着替えてまいりました。本日もリラックでございます、安定に。じゃあ髪の毛をやっていきたいと思います。今日髪の毛が調子があんまり良くないかも。あ、でそうだ、ちなみに私最近つけてるこのカラコンなんですけど、これめっちゃ裸眼みたいですっごいナチュラルに盛れるやつなんですけど、これはねラルムのクリアペールっていうカラコンです。最近ほんとこればっかり、ワンデーでめっちゃ楽なので、最近はもうほんとにこのカラコンばっかりです。あ、なんで私ピアス先につけたんだろうしかもこんなどでかいやつ。質問の続きをやっていきたいと思うんですが、入国帰国の制限はありますか、ワクチンなど。これはね、私が行った6月の上旬は制限とかはなかったんですけど、 K コードだったかなっていう、まあ、オンラインでネットでできるなんか申請書みたいなやつを一応やったんですけど、この7月の末に行った時はもう何もマジで何もいらなくて、もうコロナ前と同じ感じでした。もう特になんか事前に用意するとかっていうものも全然ない、入国カードみたいなの書いて入国審査行ってみたいな、でなんか指紋とかこうやってやってみたいな感じで、入国で困ることは一切なかったですね。だからもう通通で行けちゃう通通で行けちゃいます。あ、そうだ、であとホテルとかのアメニティや変換プラグとかについて聞きたいですっていうお声もあったんですが、アメニティはね、わかんない、ホテルとかにもよるのかな、ちょっとそこはわかんないんですけど、私がこの前6月に一人旅で行ったホテルはアメニティは無料で全部というか結構たくさんありました。歯ブラシもあったし、櫛とかいろいろあったんですけど、この前の7月末に行ったホテルはアメニティはね有料で、まあ、シャンプーとかは使えたんですけど、歯ブラシとかは有料でしたね。そう、だから歯ブラシ最後請求されてて、でも1個100円とか1000ウォンぐらいだったので、そんなにめちゃめちゃ高いっていうわけではないけど、この前のその7月末の旅行は韓国の方がそのホテルとかもいろいろやってくれたんですけど、その方が言ってたのは確か韓国はもうアメニティを置かなくなっちゃったみたいな感じで言ってたかな。なので一応多分歯ブラシとかは持って行った方がいい気がします。だから忘れちゃっても最悪向こうで買うこととか全然できるとは思うんだけど、でそう、変換プラグは私が一人旅で泊まったそのロイネットホテルっていうところは変換プラグは持ってってよかったなって思いました。 USB とかで携帯の充電だったりとか
は全然できたんですけど、やっぱコンセントは韓国の形のコンセントだったので、私はもうどのタイプにも適応する変換プラグみたいなのを買ってて1個それを持ってったので、まあ、そこでカメラの充電とかこういったヘアアイロンとかはそれで使ってたかな。で、まあ、一応変換プラグとかもホテルによってはないところもあったりするので持ってた方がいいかなって思います。4月末に行ったロッテホテルとかはまあ全然あると思います。日本のコンセントも、私が泊まったところも日本のコンセントあったので変換プラグは使ってなかったかな。ホテルによっては多分フロントとかで貸してくれるとこもあるのかな、もしかしたらかもしれないけど、持ってって損はない気がします。まあ、そんなに大きくもないしね。必要な書類とかありますか？一応まあホテルの予約確認書みたいなやつはコピーして印刷で持ってったりはしたんですけど、別に使わなかったかな。なんか未成年の子だけで行くとかだったら多分親の同意書みたいなやつが必要なホテルとかもあったりするので、私はまあその未成年の時とかに行ってた韓国旅行とかはやっぱ親の同意書がないと生まれないみたいなところとかもあった気がするので、注意して見ておいた方がいいかなっていう気はしますが、別に特に私は今回の旅では書類とかは全然出さなかったですね。空港で並ぶと聞いたのですが、どんな感じでしたか？一人で行った時はそんなにめっちゃ並んだなっていう覚えはないですね。7月末に行った韓国旅行はギンポ空港だけを使ったので、ギンポ空港って結構ちっちゃいんですよ。コンパクトな空港で、ギンポ空港はねマジでめちゃくちゃ並びました。あそこで並ぶんですよ、入国審査かな。パスポートとか見せて、なんか空港の人何人って、あの人保安官じゃないよな、なんかそのまあ韓国の空港の人に見せて、たまになんか何目的で来たのとか聞かれることもあったりするみたいなところ、入国審査かのところでめっちゃ並びましたね。この前多分2時間弱ぐらい並んだ気がする。やっぱ外国人の人たちが多かったので、外国人はやっぱりその韓国の人とはまた別のレーンでやんなきゃいけなくて、この長蛇の列に対しての入国審査をしてくれる人が何人だったか6人ぐらいしかいなくて、もうめちゃくちゃ回転悪くてすっごい並びました。そう、でも今ねコロナ前と違って入国スタンプっていうのがあるんですけど、希望したら押してくれるんですけど、基本的にはスタンプなしになったので、パスポートにこう行った海外のスタンプがこうバーってコレクションみたいになるっていうのが結構私の中でもそれが楽しくて、いろんな国に行きたいなとか思ってたけど、それはもうなくなってましたね。韓国は他の国もあんのかな、どうだろう、分かんないんだけど、そうスタンプをね押してもらえなくなっちゃいました。なんかその代わりにシール貼ってもらったんですけど、その入国審査めっちゃ並んでましたね。超時間かかる。だから着陸してから飛行機のドアが開くまでもめっちゃかかるし、時間そっから流れを教えてほしいですっていうね人もいたんですけど、まず入国は空港着いて出発時間の2時間前ぐらいでいいと思うんですけど、空港に着いてそこでまあ今は自動チェックインとか事前にオンラインでチェックインとかもあったりするやつもあるんですけど、チェックインして、でも私の場合は海外旅行行くってなるとやっぱキャリーケースめっちゃ大きくなるので、預け入れでこう入れなきゃいけないから、カウンター行って荷物預けてチケットをもらいます。でそっから出国審査に行きまして、まあ、手荷物のその荷物検査と、あと身につけてるものの検査やって、でその出国審査通ります。そしたらもうあとは出発まで時間潰して、だいたいまあ離陸の20分前ぐらいかなにゲートが開くので、そこ行ってチケット見せて飛行機入ります。で飛行機飛んで着陸します。着陸してドア開いて飛行機から出ます。でまあ飛行機内でその入国カードとか書いて、それをその出国審査で出します。で OK だったら通って、その後キャリーケースを出てくるの待って受け取って、でもう空港出れる感じかな。そんだけだっけですかね。まあ、なので一番時間かかるのは多分その出国審査とかだと思う、とかまあキャリーケース出てくるの待つところとかかな。そんな感じ。本当もう多分なんか特別な手続きとかがほぼほぼ多分なくなってきてるような気がするので、どの国も簡単になってきてると思います。韓国にあまり惹かれないのですが、ズバリ韓国の魅力とはっていう質問もあったんですけど、私はまあファッションがまあ最先端っていうのと、あと美容も最先端だし、あとコスメとかもすごい人気だし、まあ、そういうところかな。プラス食事が美味しい、これは結構ね多分大きいと思う。その日本人の味覚にすごい合ってるというか、まあ、かなりみんながみんなそうではないんですけど、もちろん好みはあるので、なんか他の国とかに比べるとやっぱりハズレが少ないような気がします、韓国のご飯って。だから韓国料理が私は好きなので、それもいいなって思うしっていう感じかな。まあ、でも私はその一人旅では
もうとにかく洋服をいっぱい見まくるっていう目的があったので、本当可愛いお洋服いっぱいあって、そこが私的には一番魅力的だったかな。で、韓国語読めなくてもカフェとか注文できるのっていう声もなんかいくつかあるんですけど、私はその、英語を本当に頼りにしてました。たまに英語とかも振ってない本当に韓国語だけっていうメニュー表とかもあったりするので、そういう場合はGoogle 翻訳でこういった感じで画面出てくるんですけど、この右下にカメラ入力っていうのがあって、これを押すとこれで、あ、こんにちはカメラでこうやって読み取ってくれるので、メニュー表をそのこのカメラかざして、で、写真撮ったりとかして、で、この翻訳する言語とかも選べたりするので、韓国語から日本語みたいな感じでやれば大体はわかります。そう、なのでそれで伝える感じかな。でも大体英語とかはある気がするので、カフェとかだと特になんかアイスコーヒーとか、なんか英語で書いてあったりとかするので、それでこれかなみたいな感じで頼みました。よく考えるとこれ日本でもできるなってことが多くて、なかなか渡韓してこなかったのですが、韓国でしかできなくて魅力を感じたことは何かありますか？確かになんかご飯とかだとやっぱり今新大久保とかね行っちゃえば結構いろんな本当韓国のグルメ揃ってると思うから、ただ韓国で食べなくてもいいじゃんとかってなることもあったりはすると思うんですけど、やっぱり韓国行けばそのもちろん韓国の本場の空気が味わえるし、で現地の人もいるし、やっぱりご飯とかだとなんか市場とかそういうところはやっぱり日本では味わえないような気がするので、ちょっとローカルというか、私この前のその7月末の時にカンジャン市場行ったんですけど、そこもすごいたくさんいろんな国の人がいて、でも現地の人もいたりとかしてすごい楽しかったし、なんかそういうところだったり、あとはやっぱりその韓国でしか展開されてないブランドとか、まだ日本未上陸のブランドとか、あとはオンラインはあるけど実際に試着はもちろんできないので、そういったところとかも実際に着てみたりとか、実際に手に取ってあこういう感じなんだとかっていうのも知れたりするし、やっぱそういうところかな。もしそういう本当に韓国の本場の雰囲気だったり、韓国でしか手に入らないとか、韓国初のブランドに興味があるとかっていう方はすごい楽しめるんじゃないかなって思います。あとやっぱシンプルに私は海外にこう行くっていうのが好きなので、もちろん日本でできることもあるかもだけど、またそれとは違った気持ちで行けるっていうか、なので私は結構いろんなところに行ってみたいなって思ってます。事前に用意しとくもの一式とか詳しく教えてほしいです。これは私のパッキング動画が上がっておりますので、ぜひそちらを見てみてほしいです。そこにも本当に結構細かくいろいろと説明しながら準備していったので、それを見てもらえれば多分大丈夫だと思います。私も大丈夫だったのでその荷物で。でもやっぱり韓国語が分かんなくても大丈夫ですかっていう声が一番多かったんですけど、私は一人旅では多分一回も使ってないんじゃないかなっていうレベルで韓国語話してないし、とりあえず愛想よくなんとか頑張っていれば多分助けてくれる人がいると思うので、そんなに言語は心配しなくても大丈夫な気がします。私は、大丈夫です言語とかで不安でいけないっていう方とかもぜひ行ってみてほしいです。多分本当に行ってみたら、あ、意外となんとかなるなって思うと思うから。ということで、こんな感じでいつの間にか髪の毛も終わってました。今日はちょっと、いつも通りストレートな感じで、前髪のところだけちょっと外に流して、前髪伸ばし中でなんか短い毛がぴょんぴょん出てくるんですけど、こういうのは後でケープとかで固めちゃいます。最後ちょっとコーディネートだけ紹介しようかな。はい、ということで本日のコーディネートはこんな感じです。めっちゃラフな感じの超夏コーデなんですけど、まずは一番のポイントはやっぱこちらのシューズですかね。これプーマのシューズなんですけど、赤いスニーカー私ずっと欲しくて、これプーマさんが送ってくださったやつなんですけど、めっちゃ可愛くて超気に入ってます。なんかサッカーシューズみたいな感じで、結構スタイリッシュなフォルムというかシェイプもめちゃくちゃ可愛くて気に入りです。これに合わせてちょっと今回はラフな感じだけど、でもこのトップスがね、この後ろが結構ガバって開いてるんですよ。でこれ中は見えてもいいインナーブラ、これハンキーパンキーのやつなんですけどを着てます。これ前にザラの購入品で紹介したトップスなんですけど、こんな感じリボンを縛って着るようなこのカットアウトされたタンクトップを着ました。可愛いでしょ。でこのパンツもメンズのトランクスみたいな感じのパンツなんですけど、すごいラフなショーパン、
こういうね、なんかトランクスみたいなショーパンを合わせるコーディネートも結構海外ガールではトレンドなコーディネートだったりするので、こんな感じを意識して今回組みました。バッグはやっぱり夏は荷物が多くなるので、このマーティンキムのめっちゃ大きいキャンバスバッグ、トートバッグを持ちます。ということで本日のコーディネートはこんな感じでした。じゃん。はい、ということで準備完了いたしましたので、今からお出かけ行きたいと思います。今日はランチして、その後展示会にお邪魔して、その後はサロンに行きまして、スキンケアなどいろいろやりたいなと思っております。今日も一日楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。